新製品レポート。今回ご紹介するドライバーはブリヂストンさんの新 B シリーズ B1ST ドライバーと B2HT ドライバーのご紹介となります。前作の B シリーズドライバーとどこがどう変わったのか、しっかりご説明していきたいと思います。さあ、久保さん、これブリヂストンのドライバー、もう僕が高校生の時はもうみんなブリヂストンでしたからね。そうなの？みんなブリヂストン使ってましたから。まあ確かにね。いや本当に俺の時もそう、俺の時代もそうっすよね。はい、だから今日はもうその頃に戻る気持ちも持ちつつの、そうね、そしてさらにこの新しい感じのこのフェースの感じとか気になる。そうね、ね、それとこれウェイトがこんなところにくっついちゃって、だなんかやっぱ意味ありげな感じありますから ね、うん、これぜひちょっといろいろ打って解説していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずは B1ST ドライバーのご紹介です。この ST というネーミングはストロングトラジェクトリー、強弾道という意味を持っているそうです。今回 B1ST ドライバーに装着するシャフトはこちらのシャフトとなっております。吉田君、これ構えた感じは非常にね、ヘッドはスクエア感がある。スクエア感がある、うん、あのフェース面はスパッとまっすぐ、はい、でこの後ろのこうバックフェイスにかけてこう丸みがちょうどね、こう先端部分がちょうど真ん中ぐらいにあるような雰囲気の、置いてポンと置いてこうターゲットに合わせるのは合わせやすい。で前はここがマットだったのね、なんだけどここだけがマットになってよりこうフェイスが合わせやすい感じはある。ああそうですか。うん、すごくこう本当最初に言っちゃったけどスクエア感がすごいあるフェイスのイメージ。構えやすいという。構えやすいですね。前作との比較を行っていきましょう。まず目につくのがこのフェースのミーリングですね。こちらのスリップレスバイトミーリング、前作は横方向のみのミーリングでしたけれども、今作はそれに加えて斜め方向のミーリングも多数入っております。こちらによってスピンの挙動を安定させて、かつバックスピン量を抑えているとのことです。いやでもなんか結構速く早いなこれ、ね、このフェイスの食いつき感がね、なんかちょっとあんまり今まで感じたことがないような食いつき感。マジですか。うん、僕と思います。このミーリング、はい、これね、なんだろう、一回ボールがギュッとこう噛んで、はい、ポンって弾き返されるっていうのかな、はい、なんだろう、打感がねすごく不思議なの。マジですか。うん、ちょっと後で打ってみれば、はい、ちょっとその感じはつかめると思うんだけど、こうなんか一旦こう潰れるんだけど、そこからグイってなんかこうバイトする、食いつくような感じ。バイトする。うん、八代さん、これ打感独特ね。うん、独特だよね。独特に飛ぶ感じがすごいしてます、うん、本当に千代さんおっしゃったようにちょっと潰れて弾き返す感もすごくあるし、なんかそれでいて打感の感じも他のメーカーとかモデルにはないような、うん、初速出てそうだなって思ったんですけど、ただこうやってデータで見ると、うん、なんか初速は思ってるよりはそんな高くなってなかったんですよ、うん、まあ、これシャフトの影響もあると思うんですよ。僕今これベンタスの 6S 打ってるんで、うん、もうちょっと固めのシャフトで打つと初速も当然上がってくると思うんですけど、まあ、そこだからちょっともうちょっと固めのシャフトでテストしたいなっていうところなんですけど、これすごいのがやっぱり銃打ち出しが取れて、うん、でスピンがやっぱりこう低スピンで安定して打ててるので、なんかこの僕ねフレックスでキャリー280の
トータル305は超優秀なボールデータですね。そしてソール部分ですね、こちらもガラッと変わっております。まず前作の B1 ドライバー、後方のウェイトポジション5パターンに区切られていたのが、今回の B1ST ドライバーは3箇所のウェイトの変更が可能となっております。また新たに前方フェース寄りに2つのウェイトが搭載されております。こちら取り外しが可能となっており、 2g と 6g 入れ替えることでそれぞれの重心の移動が可能となっております。吉田君さ、はい、俺今まで浅重心のドライバーってちょっと苦手意識あったじゃない。あ、はいはい、スピン量も少ないし、なんだけど、はい、このミーリングのおかげで、はい、なんかね、こうボールがこう浅重心のクラブってパーンって弾き感が強い感じがしてたんだけど、これはねちょっとだけ乗っかって食いつくイメージがある。あ、そうなんだ。だから意外とねフィーリングは打ちやすい。うん、すごくいいイメージがあったんだけど、はい、数字どう？いや数字は、いや翔さん本当にあの盛り上がりのところ申し訳ないですけど数値だけ見るとやっぱり、まあ、僕がコーチでその翔さんの数字出てたら僕は多分そのヘッドは進めてないですね。まあ、打ち出しは確かに15度16度近くは出てるから、うん、まあそこはいいとしてもなんかねバックスピンが少なすぎるから、18ホール全体を通して見た時のティーショットでいくとなんかやばい球が出ることがあるんじゃないかなって思った時に、塩さんは盛り上がってるかもしれないけど、うん、あのなんでちょっと塩さんって言うかもしれない。見てキャリーも215はさ、はい、悪い数字じゃないよね。いや悪い数字じゃないですよ、走距離も、うん、あのいいですよね248で、うんうん、でも塩さんって言うと思いますそれはね。そうなんだ、はい、盛り上がってますけどね、はい、まあでも、はい、あのそうね、数字は別として、うん、打ったフィーリングはすごくこういい。あ、そうですか。うん、クラブでした。まあ、そこはだからミーリングのちょっと、うん、ね、うん、まあ、効果なんですよね。ね、うん、これは飛んでるよ、うん、それ言ったね、はい、俺言ったよ。おおおおおあららら。おお。これ吉田君的にはさ、はい、どんなプレイヤーにこう合いそうな雰囲気このドライバーは。やっぱ上手くてヘッドスピード速い人やないかな。いやこれある程度ヘッドスピードないとちょっとスピンが入りにくいんじゃないかな、やっぱり。あ、さっきの僕のデータと一緒でね。あ、そうっすね、うん、だからやっぱり45以上はあっていいと思いますよ、このヘッドのポテンシャル出すんだったら、うん、結構荒々しい荒々しい B1。 続きまして B2HT ドライバーのご紹介です。HT のネーミングはハイトラジェクトリー、高弾道が特徴となっているモデルとなっております。こちらも B1ST ドライバー同様、フェースにはスリップレスバイトミーリングが施されております。 B2HT ドライバーにはこちらのシャフトを装着してテストします。構えた感じは、はい、B1 とね全然違う。全然違う、うん、このバックフェースの高い、はい、高い部分って言ったらいいのかな、これがねものすごい下がって見える。あ、そのここがヒールよりヒールの ここが、うん、そう。なんだけどこうやって置くと、はい、若干ねそのこう下がり具合がうまく消されてる感じがある。へ、うん、そこはちょっとうまく作ってんじゃないかなと思います。で、フェイスアングル的には、はい、やっぱりちょっとね、あのフックフェイス気味には見えるかな。うん、捕まりをちょっと重視してるような感じ。いや、塩さん、これはもうもうめちゃくちゃ左向いてるように見えちゃう僕は。
もうさっきの B1 からのこの B2 だから余計にすごいフェースが左向いてるように見えるけど、うん、なんか打ち出しはだからそれの安心感というかそれで恩恵を受けられるプレイヤーは結構アマチュアゴルファーの中にいそうですけどね、うん、こちらも前作との比較を行っていきましょう。前作の後方のウェイトは 18g のウェイトが内蔵されております。今作は 2g と 8g 2つのウェイトが内蔵されております。また今作のウェイトは取り外しが可能となっております。金色のこちらが 2g、 銀色のこちらのウェイトが 8g となっております。またよく見ると SD、DD と書いてあります。 SD はストレートドライブ、 DD はドロードライブとなっており、重い銀色のウェイトをストレートドライブの方に持ってくると直進性がより高くなり、ドロードライブの方にシルバーウェイトを装着するとより捕まった弾道が打ちやすくなっております。本日はドロードライブに 8g のウェイトを装着した状態でテストしています。あ、今のいいんじゃない。ナイスボール、うん、今の良かった。これ完璧だ。完璧、よりその捕まり感を感じる。こっちのヘッドの方が、うん、あのフェイスに乗っかってる感じはすごくあって、はい、多分打ち出し角も普段の僕よりはちょっと 1-2 度高い。高め、うん、少しね、あの右に出ちゃったんだけど、それでもあの打った感覚はボールをこうしっかり捕まえられてるような感覚ではある、うん、だからキャリーも多分普段より出てるはず。そうっすね、うん、そうっすね、うん、確かに B1 よりはあのちゃんとバックスピンもそこまで下がらず、うん、しっかり高い球で捕まって飛んでるっていう印象ですね、うんうん、だから結構スライサーとか、はい、僕みたいにちょっとプッシュスライス系の出る人たちはもしかしたらこういうの合うかもしれない、うん、そんな感じがしました。この捕まり感で徐々にこう慣れてくると多分綺麗なドローボールになってくるんじゃないか、そんな気がしました。なんか打感が少し B1 と違って感じるって打ちながらはおっしゃってましたけど、うん、その辺は、B1 の方はやっぱりどうしても重心が浅いからその食いつくんだけど、はい、離れ球離れも早い感じ。あ、重心が浅いがゆえに B1 の方が、うん、そう、そこが顕著、うん、それがこのクラブは食いついてグッてこうなんかこうちょっと乗ってくれる感じ、乗ってくれて、うん、で高さが、そうそうそう、その分こうなんかこうちょっとこうドローにこう入るのかなっていう感じがする、うんうん、あ、でもボールデータから見ても、うん、そうかもしれないですね。ね、うんうん、おお、これはすごいですね。またまた確かにあの市長さんおっしゃってたようにフェースの感じ違いますね。 B1 とちょっと違うよね、うん、これなんだろう、フェースのターンがうまくこう勝手にするからそういう食いつきになるのかな。あ、確かに市長さん言ってるように食いつくっていう表現ってすごいぴったりな気がしますね、うんうん、いやこれどう打ってもこうなるでしょうか。クワーンっていう、もうバーンって高めドロー、うん、まあ、僕このバンキッシュのこの50の S だとやっぱかなり軽くて柔らかいんで、うん、その効果もあってかなりブーンって高めで捕まる球。じゃあ、まあせっかくなんであのウェイトもね変えれるってことなんで、うん、ちょっと変えてみました。あの DD から SD の方に変えて、まあ、よりそのドロー感よりはストレート方向にウェイトを持ってきたということですね、うん、あ、全然ヘッドの挙動がちょっと違いますね。
うん、そんなにこれ、あ、これいいんじゃない？ほらほらほら、あ、うわ、すご、全然変わる。マジ？この SD と DD 舐めてはいかんすね。ここのウェイト変えるだけです、もうヘッドの動きがインパクト付近でまるで変わりますね。そう、その DD の方にしてるときはやっぱりこのヒール寄りのウェイト感があって、遠側がすごいこう返ってこようとするのがあるから、うん、もういくら打っても右は出ないなっていうぐらい、まあ逆に言うとこう右をマジで殺せるヘッドみたいな感じで、うん、それはそれでいいんですけど、ただやっぱりそれでちょっとつかまりがあまりにも過ぎるぜっていうときはこの SD の方に切り替えるだけで結構球筋は、まあだから程よく捕まる球、うん、になってくんじゃない、これ面白い、面白いっすね、こんなに変わるんですか。おお、これもいい球、これもいい球だよ、ほら、あー、いっちゃった。いやー、吉田君、うん、今回の BS、はいはい、どうでした？そうですね、まあ僕は B1 か B2 かでいうと B1 がいいなっていう感じなんですけど、ただ B2 のあの後ろの SD と DD の入れ替えも、うん、あれもね面白いなっていうふうに思いますけど、ただなんかこう B1 もすごく良さがあっていいんですけど、なんかこのもう少しなんかこう飛びの要素のソウル側へのこうなんだろうな、 D2 にあるような例えばね、あのなんか重心、うん、朝重心もちょっとずらせたりだとか、そういうのがあるとさらになんかちょっとこうゴルファーワクワク度が高まって、うん、割とこうそれで自分のボールデータに合わせて、うん、そういうウェイトをこう変更してやるっていうのはなんかねいいのかな、だから B1 もそういう性能がそこにあったらさらに良かったかなと思いましたけれども、うん、まあまあでも非常に良きヘッドではございましたけれども、うん、あと塩さんね、もう一個ね、うん、これ本当にブリヂストンさんごめんなさいの話なんですけど、ミーリングのその打って出る時のこのなんだろう効果、うん、これね僕あんまり分かんなかったかも。あ、本当、ちょっとミーリングでそのボールをなんだろう、強くっていうところは、うん、どのぐらい影響があったんだろうは、やっぱまあ打ってるだけじゃ分かんないのかもしれない、まあ、コースとかあとはその天候、うん、まあ、そういう水分とかそういうが含んだ時に、まあ、どうなるかとか、うん、そういうのもきっとあるんでしょうけどね、室内だけじゃそれはちょっと感じにくかったんで、うん、なんかコースでそれ打ってどうなんだろうは、うん、ちょっと見てみたいなと思いました、うん、室内で打つだけじゃちょっとここは感じにくいかもしれない、うん、そうかもしれないですね、うんうん、塩さんどうでしょう。いや僕もね、B1 も良かった、打った感じはね、うんうん、ただ実際の数字はやっぱちょっとそのスピン量が少なすぎて、うん、18ホール回ってるうちにこうちょっと球が乱れたりとかっていうような感じはなんとなく聞いてて思ったかな。そうですね、そういう意味ではB2 の方が全体的にその18ホール回るっていう意味では、うん、安心感のある、うん、クラブかなっていうふうには 思いましたね。特にそのこのウエイトを変えて、うん、僕も打ってみたんだけど、フェイスのターンの仕方がやっぱ大きく変わったかな。そうですね、うん、だからこの B2 は、はい、まあ、プッシュスライス系だったりとか、うん、スライス系の人には本当にこう何強みになるクラブかなっていうふうに感じましたね。もう B2 で右に曲がったらもう腕確定ですよ。いや本当に、ね、練習しましょうっていうだけな、うん、B1ST ドライバー、 B2HT ドライバー非常に良かったですね。B1ST ドライバーは非常に強いテレスピンのボールが出てました。 B2HT ドライバーは高くしっかり捕まっていました。またそれぞれウェイトを調整するとより多くのゴルファーにマッチしそうなヘッドです。